Okay guys, welcome to Haikyuu Season 4 to the top, Episode 5 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go! Chibi-chan が欲しいトスに 100% 答えているか。My poor Oikawa. He got downgraded as well. No. What did they do to him? My poor baby. Kageyama, 今日何かあったっけ？体調とかですか？いや、特にないかと。そういえば、影山って中学の頃、宮城県に天才セッターの卵がいるってちょっと話題になったんですよね。天才か。天才の定義がよくわからんけども。俺は天才ってのは完璧から最も遠い存在だと思うんだよね。だから面白い。プレイはだいぶお利口さんよ。Good two shoes. But what did he mean by that?Episode 5, Hunger. Chance board it. これ、トスフェイント。当たった。Nice. ダメ。ラスト。トス低い。ごめん。オーバー苦手だ。怒られる月島って新鮮。Yeah, there's no one in Karasuno that yells at Tsukishima. もう苦手を補ってくれる人はいないぞ。返すとき、百沢の方を狙えばいいのにな。でも百沢がその一本目を上げちゃったら、ラストは百沢の攻撃になるし、あいつ高いトス打つのうめえんだよな。守備系苦手っぽいけど、スタミナはあるしな。Guys, imagine Yakuzawa in Dateko. Oh my god. Hinata のせいで確実に余裕が生まれやがったな。決して打ちやすいボールじゃない。ブロック飛ばずに下がるか。いやでも百沢は。Go for it, Tsuki. Soft block. Nice! And he got it! Come on, hide us. そこまでナイスでもないし俺も全部できるようにならなきゃ。はい、じゃあ白鳥沢学園の斎藤コーチが、体調不良のため急遽ここから合同練習試合を行います。斎藤先生どうしたんすか？牡蠣に当たったらしい。で、He called it.白鳥沢3年生および OB の皆さんも練習試合の相手をしてくださいます。1518。そういえばカラスノの10番前来た時もサポートやってたけど、なんで出ないんだ？ああ、それはですね、まずあいつはこの強化合宿にそもそも呼ばれてなくて。は？どういうことだよ。He's gonna watch Wakatoshi. Ushijima-san, question いいですか？ Hinata のやつ、Ushiwaka に話しかけてる。度胸あんな。お前同じ学校だろ。いや、俺たちも近寄りがたいよ。It's just that Hinata is unique. レシーブの時、何を考えてますか？ Nothing. お前は Ushijima-san にアドバイス。求めなくていいの。次いつ来てくれるかわかんないぞ。俺はライバルに助言を求めるというのはなんというか。
Right, well, what are you talking about? You should probably get rid of that unnecessary pride. This is why you're second best, you bowl cut brat. 少なくとも行動を起こすという点で、今お前はカラスノの十番に確実に行くと。うっしまさん。He's copying him. Oh. Oh my god, Hinata is going to get so much better. I can't wait to see it. Oh. Faint. Faint. He's blocking Setter. He rolled だけで完結せず、バックアタックの助走を妨げない配慮。影山。Nice! Kage Yama left to eat his name. Hoshimi no setamo. Yep, position shuffle almost is ne. Wait, position shuffle? What are they playing? Kage Yama wing spiker. Wait! Mia! How is he called? Atsumu? He's libero. And Hoshimi is setter. Okay. Position shuffle almost is ne. Interesting.Interesting. 調子がいい。周りのうまさに引っ張られる。ナイス。サクサ。うめえな。レッツゴース。おい、今俺のトスを疑ってな。ちょっと様子見しただけじゃん。今は何より発掘の時期。どこからどういう素質が見えるかわからないし。選手自身がどこで何に気づくかもわからない。遅かれ早かれ優秀な彼らには結果を出さなければいけない日がやってくる。でも大きなプレッシャーの中にあっても彼らにこそバレーボールは楽しいと思ってもらいたい。のびのびとってありふれた言葉かもしれないけど、なんていうか大事だよね、のびのびって。はいはい、さあどうぞ。おー、シッダーン。うまいセッターはスパイカーに錯覚さえ起こさせる。That was insane. Kageyama really is the best spiker in Karasuno. Maybe even better than Asahi. Kinoshita. He's trying the floating surf too. Hitase, nice up. Kinoshita-san, jump floater, umaku natte. Is he gonna steal Yamaguchi's spot? Out. Choi nagai. Demo henka ii kanda. Ukai-kun. Sensei, dou datta? Dou datta? Kibon senpou mo okay nan desu ga.あとは日程が合うかどうかだけです。春高まで1ヶ月切ってるし、メンバーが戻った状態で少しでも多く試合しときたい。できるだけ強い相手と。Are they gonna play Nekoma and Datako and Aoba Josei? どうやった？スパイカー。面白かったっす。ミヤさんのトスもすげえ打ちやすいっす。せやろ？俺のセットで打てへんやつはただのポンコツ。Damn!I love the confidence. トミオ君はセッターよりスパイカーの方が向いてるんちゃう？セッターやってる時は小難しい顔しとったから。それはあんたのお利口さん発言のせいだと思う。けどレフトやってんのは楽しそうやったで。そうですか。でも俺はセッターです。あのミヤさん、ん？お利口さんってどういう意味ですか？ Yeah, tell meI'm curious. そのまんまの意味。真面目で素直で、ええ子やねって。慣れない場所、メンバーでの合宿、お疲れ様でした。今回はユース指導の合宿ということで、手探りが多かったかもしれませんが、
ここでの練習とチームに戻ってからの練習を別物として考えないでもらいたい。これから頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トビオ君、また春高でな。はい。またね。Is he gonna play against any of them? Like Hoshiumi, Mia, and Sakusa? Kageyama, mata na. Haruko, kanbare yo. Eki, dochi da? Issho ni iku yo. Sha! Ashita kara bukatsu da! Ah, yatto gashiku owatta no ni.明日も部活って。何言ってんだよ、春高まで1ヶ月ないんだぞ。は？休養を取るのだって練習のうち。おーい、ツッキー、メアド交換しようぜ。え？あ、ゴーシキー、メアド、メアド、あとお前らだけなんだよ。じゃあ俺の出すから登録してくれ。おい、なんでもない。じゃあな。なんだよ。影山研究。ああ。おお。テスト期間以外は。なんで。昔とはだいぶプレースタイル変わってたしよ。お前は中学のこと気にしすぎ。お前は精一杯やったろ。別にただの雑談だろ。心底怖えよ。影山のトス、誰も打たなかったってやつか。でも喧嘩するくらい普通だろ。譲れなくて喧嘩すんの普通だ。だから影山も大丈夫だ。別に影山なんかどうでもいいし、次の公式戦で潰してやる。 Wait, did he do the dunk thing? 次の公式戦で潰してやる。 Yeah! I don't even know how I got that. Damn, I'm insane. 負けねえぞ。 Yeah, I just thought that he would do it and I think I saw it with the corner of my eye. わしじょう先生、今回は本当にありがとうございました。2対2はありゃいいな。そうですか。カラスノの10番は結局最後まで。ああ、サポート。高さというものに対する圧倒的な上。意識していようといまいと、ポジティブなものだろうとネガティブなものだろうと、絶対にそれあるんだ。俺たちに体格の代わりに与えられたものこそその上なんだよ。お待たせしました。No. 生牡蠣です。あ、ここはこれがうまいんすよね。No. Damn.Of course, of course. He just jumped there. Oi. Kono itsukakan, nani yatte ta? Ball boy. Ball hiroi. お前、部室か体育館の鍵持ってる？持ってない。で、やっぱ一番うめえのは五色だったな。あ、いやでも、国見、あ、百沢が。つうかそっちはすげえやついた。おう、Definitely. だよな。小さな巨人がいたぞ。星海、身長170センチ前後で、月張りでは見たことねえ人だったけど、間違いなく合宿メンバーの中でもトップクラスの選手だった。
お前の100倍うまかった。はい、余計な一言。トップクラスの選手だったってよくないですか。つーか、大会早々早いんだよ、喧嘩が。チャンス。おい、お前もっと飛べぞ。 You can fly even higher. Damn. Okay. 来週急遽練習試合入ったから準備しとけ。 They are gonna play Garasuno. Damn. Holy. Thank you guys for watching this episode with me. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys in the next episode. Mata ne.